教室は次世代を狙う子どもたちが夢先生の授業を通して夢を持つことの素晴らしさ、その夢に向かって努力することの大切さを学び、スポーツを通して、そして夢を持つことでそういうことが解決できるんじゃないかという切り口で、私たちサッカー協会の立場で取り組んでいきたいというふうに考えて進めてまいりました。今の三田橋の計画の中のスポーツ振興計画に基づいての事業ということで、全市民に子どもたちばかりでなくて、そういう意識を高めていくのがやっぱり、健康づくりの街御霊、そして成長していく御霊、さらにはそういうスポーツの盛んな事業を通して、街が発展していくというのがいいのかなと思って、今回の夢教室に調印をさせていただいたということでございます。はい、拍手。名前は東俊介と言います。で、僕はハンドボールってスポーツをずっとやってきました。短い時間になるけれども、後で後悔しないようにそれぞれ積極的にお互いに頑張りましょう。で、ここに座ってみてるのとここのゴールに立ってみるのと全然違うから、その経験が今できるかできないかの瀬戸際に君たちは今届かれた。チームワークに一番必要、これチームワークのための遊びだったんだよな、でみんなだからすごいチームワークだった、明るかったし、失敗して誰か、例えば寮がさリーダーやってさ失敗しても誰も寮に怒んないんだ、これがもうすごい成功の楽しさだ、チームワークって楽しいだろ、コミュニケーションって楽しいだろっていうのはここの体感で分かったと思います。チームワークの大切さを改めて分かった。お願いします。だから逃げる癖やめる癖をつけるよりも頑張るっていうかな、できないけどやってみる、やってみたらちょっとできるようになる、ちょっとできるようになると楽しくなる、楽しくなると好きになる、好きになるともっと頑張るって、その癖をつける、それが大事で、俺はこの努力する習慣をつけた。自分がされて嫌なこと人にしない、自分がされて嬉しいことを相手にしてあげるってさ、これさえやっとけばもう間違ったこと一個もないと思うんだよ。もう食べてみたいもんだからいいんだよ、超でっけえプリン食いたいとかでいいんだよ。しっかりと思ってること言わないと、やられて嫌なこと嬉しいことっていうのは自分でこうやって考えても誰も分かってくんねえんだぞ。だから言葉に出して言う、それ言われたら相手の嫌なことしない、嫌だって言われたことしないんだよ、仲間の、仲間の嬉しいことしてあげる、それが仲間だよ、仲間。頑張ったことあるんだよ、もう俺もだからやったことねえことやれとは言わないよ、やったことあるの忘れてるだけ。そうですね、僕はやっぱりハンドボールっていうスポーツを通じて、今回のこともそうですし、そのスポーツを通じても学んできたことがあるので、それを伝えたりですとか、あとはやっぱやってきたハンドボールっていうスポーツ自体をメジャーにするっていうことを自分の夢としては持っていますので、それを叶えられるように、日々努力していきます。そうですね、いつもそのもちろん夢を持つことも大事なんですけど、それもそうで仲間に対する思いやりとか、あとはその努力する習慣ですね、できないことでも、チャレンジしてみればちょっとできるようになって、できるようになると楽しくなって、楽しくなるともっと頑張れてっていう、その習慣をつけてもらうということと、あとはコミュニケーションを取ってもらうということを伝えられればなと思って、いつも取り組ませていただいてます。せーの。